はい、始まりました。ハイチのダラダラジオ第339回でございます。今週のテーマが学校をサボるのは悪いことですかっていうテーマです。で、実はこのテーマですね、もともと保護者の方からいただいた相談に基づいて喋る感じでいくんですけど、まあ、ちょっとテーマそんな感じで、決めておいて、で本編入る前にですね2つ、お伝えすることがありまして、まず1個目が先週休んですいませんっていう、今聞いてくださってる皆さんがどうだろう、いつもと声が違うと感じてるかどうかちょっとわからないんですけど、喋ってる本人はですねめちゃくちゃまだ違和感があって、そうなんですよ、喉と咳がねまだひどくって、あ、そうです。あとダラダラジオっていつも編集入れないんですけど、今回に限っては咳込む可能性があるので、そこだけはちょっと切らせてください。切って聞きやすい感じにしてるんですが、お許しください、はい。であともう一個があれです。先日ですね、こちらのチャンネルのとある男が授業をしてみたのチャンネル登録者110万人に、行きました。ありがとうございます。本当にね、普段見てくださってる皆さん、そして応援してくださってる皆さん、本当にありがとうございます。嬉しいですね。コツコツこれからも頑張りますんで、よろしくお願いします。はい、ということで、ではでは本編に行きましょう。で今回その最初にも話しましたけど、その保護者の方からね、くれたのはお母さんだったんですけど、そのお母さん自身はサボるというか、学校休むこと、その風邪とかじゃなくてね、体調不良じゃないのに休むのは別に悪いことじゃないと思ってるけれども、別にそういう人だけじゃないじゃん。サボりはもう絶対に悪だっておっしゃる方もいるでしょうし、もちろんそれは分かってるんですが、で自分の我が子がね、中学生だったかな確か、で休みたいっていろいろ、でも本音を話したがらないから、時期的にはで休ましたんですけど、自分のやったことはどうだったんでしょうかみたいな。でやっぱさ、休ませるのは勉強がちょっと遅れそうっていう不安は出てくるじゃないですか。でそんな相談もあったので、それについてもし思ってることをね、おっしゃっていただけたら嬉しいですみたいな感じだったの。だからそれに応えていくっていうスタンスではあるんだけれど、もしかしたらね、その学生のみんなも休むというかさ、体調不良じゃないのに学校休むっていうことに関して休みたいなって思う場面もあると思うんだよね、きっと。今までもあったかもしれないし、これからもあるかもしれない。だからそれに対してちょっとハイチの考えがね、聞いてもらえたら嬉しいなと思って、今回このテーマにしてました。で、結論から言いますと、俺はサボりっていう言葉がちょっと良くないけどね、あえてサボりでいこうか、サボりは全然 OK だと思っています。というか現に俺もしてましたからね、普通に。一番休んでたのは、実はいじめを受けてた中学校時代ではなくて、中学時代までほとんど休んでなくて、そうなの。いろいろ、そこからいこうか。そう、中学時代俺ちょっといじめを受けてたんですけど、で、登校拒否したいなって思ったことは何度もあったんですが、サボったことは多分ほぼないんじゃないかな。1回2回とかあったかもしれない、ちょっと嘘ついてるかもしれないけど、あんまり記憶いなくて。でそのね、まず登校拒否しなかったのは、自分がそのさ、ここで学校行かなくなったら、もうなんであいつらのために俺が行かないっていうさ、選択肢を取らなきゃいけないんだろうっていうのがあったから、なんか意地でも行ったろっつって言ってたんだけど、あとそのサボってしまうと教室がさ、めちゃくちゃ居心地が悪い空間だったから、一度離れちゃうとまたこう戻りにくい、自分の中で。そうっていうのがさ、なんとなく思ってたので、なんかそれであまりサボってなかったんだけど、で一番、学校休んでたのは高1の時で、多分高1はね1年間で20回ぐらい休んだんじゃないかな。すいません、ちょっとね咳込んだんで喉を潤して、来ました。で、戻すとていうか、みんなの中で戻ってないんだ、繋がってんだよね、ごめん。で高1の時に休んでたんですけど、普通に親に言ってました。今日行きたくないんだけど休んでいいっつって。で父親はうちすごいこう忙しいっていうか、朝6時ぐらいにはもう電車乗ってて、終電もう0時前とかに帰ってくる父親だったので、俺が学校でどういう生活を送ってたとか多分ほぼ知らなかったと思うんですよね。母親から聞いてたかもしれないですけど、で母親に相談するわけですよ。でうちの母親はもう全然それ OK の親だったんだよね。だからもしかしたら母親がもし仕事が休みとかだったら、じゃあご飯行くみたいな
たまに普通に母親からちょっと今日私さ仕事休むからみたいな休むからあのちょっとご飯食べ行こうよ学校休んでくんないみたいなのも多分高校3年間のうちで 1,2 回はあったと思うんだよね。母親からあった記憶があるから。そう、あ俺は親とは仲良くて、そう仲良かったから別に高校の時とか母親と2人で全然買い物とか行けてたし、そうそうそういうあの学生生活だったんだけど、でまあちょっと話を戻そうか。でまあそういう親の元でいたのね。で、まあ、高校入ってからはもちろんいじめも環境が変わってなくなっていたし、中学よりはね全然居心地が良かったんだけど、精神的には結構なんていうのかな、不安定というか、まあ今も変わってないけど浮き沈みが激しかったもんで、ある程度は我慢というか辛い時は言ってたんだけど、どうしても無理だってっていう時はそういう感じで過ごしてた。多分それが根底にあるから、そういう母親のもとで育ってたしね、あるから、自分は今でもそのサボることに関しては全然いいよっていうふうに思ってる。でうちは子供が2人いて、小1と、年少の、まあ、7歳と4歳の息子がいるんだけれど、もちろん小1は、まあね、今でも言うよ、学校ちょっとあれだなっていう時あるけど、まだは休ませてはいない、うん、いないけれど、なんだろうな、やっぱ小1、まあ、今回コロナのこともあったから学校に慣れるまではねちょっと慣れてほしいの、その学校っていうものに関してね。でそこなんか言って頑張れっつって、だからご褒美をね、じゃあ今日帰ったらちょっと一緒にポケモンやるかとかさ、分かんないけど、まあ、そういうのでこ うまくちょっと鼓舞して行かせてはいるんだけれど、まあこれからさ人間関係とかでいろいろ悩むじゃん。俺多分ね学校に行きたくねえなっていうので一番の悩みって人間関係だと思うよね。でもしだよ、もし自分の子供が、まあ、いじめに遭うって分かんないけど、そういう人間関係においてすごい苦しい環境になって行きたくないっていうんだったら俺全然行かなくていいと思ってるもん、それに関しては、うん、まあ、もちろんその後の進学のこととかさ、ね、受験に関わるとか言われたらもちろん関わるとは思うけれど、うん、まあ俺の考えとしては別に、まあなんだろうな、学歴がなくなると選択肢は減る、絶対に間違いないけれど、じゃあ人生終わるかって言ったらそんなことはないし、まあ俺もこんな活動してるから余計にそういうのもあるんだけれど、学校に行くことってすごく大事なことだと思ってるの。学校に行くからこそ学べることって絶対あるしね。そう。でもマストじゃないっていうか、それをしなければいけないっていうものじゃないと思うんだよね。だってさ、苦しむために学校行くとか絶対ナンセンスだと思うんだ、俺の中では。そう。だから、あと、まあ、今回のね、お母さんが相談いただいたのはもちろんそういうケースではないかもしれないし、わからないんだけれど、俺は全然いいよっていうふうに思ってて、ただね、まあ、うちの息子にも、実はもう小1の息子には話してるんだけど、もし本当にねこれからそういうことがあって、なんか分かんないけど学校で嫌なことをされるから行きたくないなっていう時があったら、それはもう無理して行かなくてもいいぞって言っちゃってるの。ちょっと早いかもしんないけど、割と俺、まあ、自分の受講師の時の生徒に対してもそうだし、自分の子供に対してもそうなんだけど、あまり子供を子供として扱わない人なのね俺は。同じ一人の人間として見ていたい。だけどもちろんなんだろう、それは TPO というか、場合によってなんだろうな、それがなんだろう、人として接しちゃうことで子供にとって不利益になる場面は出てくるから、それはもちろんなんだろう、はちゃんと分けるよ、使い分けるけれど、子供なんだからとかっていうのはあまり言いたくないし、したくないから普通に話してる。でなんかまあ自分の子供親バカみたいに思うかもしれないけど、うちの子は割と精神的にはなんだろうな、ちょっと大人びて育っているなんだろうと思っているから、ちゃんとそれを話して、その根本の部分、何を伝えたいのかっていうところもちゃんとこう理解できると思ってて、だから事情も話すしね、ちゃんと。そう、今だから俺がみんなにこうやってダラダラジオで話してることも結構そのまま話してたりするのよ、うん、だから、うん、なんだろうな、行きたくねえな、めんどくせえな、楽してえなっていうサボりは基本的に許さないけれども、じゃなくて自分の心のケアとか、自分が豊かに生きるためとか、自分がなんだろうな、生き生きと生きるためというか、だってまあ仕事、社会人の仕事でもさ、有給休暇ってあるわけよ。有給って自分の好きな時に休みが取れるわけ、普通の企業だったら、ブラックじゃなければあるわけよ、ちゃんとね。まあ業種によってとかあるかもしれないけどね、取りにくい業種もあるけどさ、でもあるわけだから、それって有給、まあいろんな取り方あるけれど、自分のその人生1年間365日っていうその日々の中のペース配分をうまく自分でコントロールするために俺は使うべきだと思ってる。
だってそれでまあ、ごめん、有給使って旅行とか行かれる方もいると思うんだけど、まあそれは旅行行きたいっていうのもあるけど、自分の人生を豊かにするためにそれでリフレッシュして仕事頑張ろうってできるわけだから、俺はいいんじゃないかなと思う。ただデメリットとしては当然授業止まるから、自分の中で受けないから、その受けなかった分の授業は絶対自力でカバーするんだよっていう、まあ俺とかは教えられるから教えるけど、っていうところはちゃんと言った方がいい。デメリットの部分はちゃんと伝える、そうかなって思ってる。だからその親御さんに対して、まあ、俺はちょっとメールを今返してないのでここでねお返事する形にはなってしまってるんだけど、もしあの学生のみんなもね覚えておいてほしいのは、もちろん分かってることだとは思うんだけど、休むことによって生じるデメリットはちゃんと把握する、ね、授業止まるとかわからないけど、ね、俺だったら中学の時だったらもう一回戻りにくくなるっていうのがあるから、足が向かなくなるっていう学校に、そういったことも起こるかもしれない。ちょうどデメリットも把握した上で、それでも自分の人生のために休むのが必要なんであれば、俺はなんかやっぱサボりって言葉は嫌だから休みにするわ休暇にするわ。学校についても休暇っていうのはいいと思っている人です。でも冒頭にもちょっと言いましたけど、これに関してはいろんな意見があると思うし、教育者のくせに何言ってんだって言われることもあると思う。これ言われたことあるから、俺この意見ずっと変わってないんで、そう話してありえないって、そんなんじゃダメですみたいな、教育者失格ですって言われたこともあるけど、いやあなたに失格と思われようとも、俺はみんなに失格と思われなければ構いませんっていうスタンスだから、まあ、どう思われても構わないんですけど、俺はそう思ってるっていう話かな。まあまあまあ、みんなもいろいろ意見があると思うし、もしかしたらね今回のコメント欄にはいろんな意見が出てくるかもしれないんだけど、あまりこうなんだろうな、まあ俺の動画のコメント欄はそういうことはあんま起こらないんだけど、例えば誰かが言ったことに対してそれは違うと思うみたいな、ことはあんまりなんかやめときなって思ってるなんか違うと思うって言うんだったら自分の意見を普通に書いちゃいなよ、コメント欄に。誰かのコメント欄にリプでこうなんだろう言うよりは、自分の意見として普通にコメントくれた方が俺は嬉しいかな。ああそういう人もいるんだ、そういう人もいるんだ、なるほどねっていうの、そうコメント欄は結構見させてもらってやっぱ勉強になるんよね。そう、みんなが、それはみんなが学生の方も多いと思うけど、だって何度も言うけど、なんだろうな、年齢とか関係なくて、そうそうそう、年がいってるから人間としてでかいなんてこと絶対ありえないよね。普通に30歳と15歳の子並べて、15歳の子の方がやっぱこう、もう器がでけえだなんてことは普通に起こるし、あるから、やっぱみんなが思ってることっていうのを書いてもらえるとちょっと俺は嬉しいかなと思っています。はい、ということですいません、長くなっちゃいましたけどありがとうございました。ちょっと来週はねちゃんと直すね、はい、ああそうそうそう、ごめん、最後にちょっと業務連絡だ、あります。あのですね、まあこの喉のせいもあるんですけど、ちょっと動画がね授業動画が撮れないんですね。授業動画どうしても咳込んだからカットっていうのはできないので、変につながっちゃうからね、あのもともと授業動画編集したくないから、なので撮れてないっていうところと、今週あの出張とかちょっとイベントとかが入ってて、もしかしたら動画投稿がね少しあの俺ってはい最近投稿しねえなみたいなことが起こるかもしれないんですけど、まあ、なんかあの忙しいんだなって思っておいてください。すいません、またね、あの早めにちょっと数三終わらして受験対策動画と、あと最近あの中学生の授業動画の撮り直し希望してる方がね結構いらっしゃるので、まあ、ちょっと部分部分にはなるんですけど撮り直しもやっていきたいなと思ってますんで、まあまあそんな感じであの頑張っていくよっていう話で以上で終わりたいと思います。はい、ということでご視聴いただきありがとうございました。また来週ね何か喋っていきますんで、よかったらそちらの方も聞いてみてください。では今週のダラダラジオ以上です。ありがとうございました。